松島駅。松島駅は、宮城県宮城郡松島町松島あざ、小梨屋にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本東北本線の駅である。塩釜駅東駅間の駅間距離は、東北本線全体で最も長い。一方で、戸籍上は東駅から分岐している線積線、東北本線接続線の隣駅である。 高城町駅までの営業キロは JR 全体で最短となっている。この記事では岩切駅市内沼駅間の急線に存在していた初代の松島駅についても記述する。東北本線を建設した私鉄であった日本鉄道が1890年、明治23年4月16日にこの区間を開業した際には岩切駅小五田駅間は山沿いのルート 現在のリフ駅経由、リフ駅は1894年開業で開業し、この区間に初代の松島駅が置かれていた。その後、1913年、大正2年3月20日に、リフ駅当駅間に赤沼信号所、1918年、大正7年8月16日に当駅、鹿島大駅間に、旗や信号所が設置され、これらは1922年、 大正11年4月1日に、名称改正で、信号所から信号場とされた。そして、旗や信号場は1932年、昭和7年12月26日に駅に昇格し、市内沼駅となった。リフ駅、初代あたり駅を経由する東北本線は、最大16.7パーミルの勾配を抱える、区間であった。このために補助機関車の連結を必要としていた。 第二次世界大戦中に輸送力増強の必要性から海岸周りの勾配の緩い路線を建設することになり、1944年昭和19年11月15日に開業した。旧線は山線、新線は海線と通称された。ただし当初、海線は貨物列車専用であった。二代目の松島駅はこの海線上に新松島信号場として、 路線開業と同日に開設された。第二次世界大戦後になると、距離は山線が 21.2km、海線が 21.6km と、海線の方が 400m 長いものの、勾配が緩く曲線半径も大きいなど線形が良いことから、海線の型に旅客列車が運転されるようになっていった。また、海線にあるトンネルは、伏線対応で掘られており、 用地も多くが伏線で確保されていたこともあり、伏線化に際して、回線の方が選択されることになった。この方針が固まったことから、1956年、昭和31年7月9日に新松島、信号場が新松島駅へ昇格した。伏線化工事が進展し、1962年、昭和37年4月15日には、 陸前三能駅から新松島駅間が4月20日には新松島駅市内沼駅間が複線化された。これにより山線の松島駅市内沼駅間が4月20日に、リフ駅松島駅間が7月1日にそれぞれ廃止となった。山線の岩切駅リフ駅間はリフに代替交通がないとの理由で存続し、現存している。初代松島駅廃止に伴い、 同日新松島駅が解消されて二代目の松島駅となった。また、初代松島駅と二代目松島駅の距離が離れていた。ことから、初代松島駅に近い海線上に同日あたコ駅が開設された。初代松島駅の駅舎は、今も松島町圏交換の建物として利用されている。また、宮城電気鉄道。 現、JR 仙石線の運営会社が設立された1922年、大正11年に、初代松島駅前から、松島海岸まで、松島電車という路面電車が開通したが、1927年、昭和2年に、宮殿、松島公園駅、後の JR 仙石線松島海岸駅、が開業すると、業績不振に陥り、1938年、 昭和13年に廃止された。2011年の東日本大震災で普通となっていた仙石線の高城町駅陸前、小野駅間の復旧工事の終了に時期を合わせて、東駅付近と高城町駅付近の間に接続線を設け、仙石線の石巻駅方面からの列車を東北本線に乗り入れ仙台駅まで直通させることが計画され、2015年5月30日より、 営業運行を開始した。当駅は当期線路名称上の接続線分岐駅となるが、実際の分岐点は、塩釜駅当駅間に設けられるため、当駅に接続線経由列車の乗降設備は置かれない。ただし、経由列車は当駅を経営するものとして扱われるため、塩釜駅当駅間に区間外乗車の特例が設定されている。このほか 仙石東北ラインの列車がない時間に、道路線を経路に含む101キロ以上の乗車券、仙台近郊区間間欠を除くや、定期券、主に、あた方面から、手村方面結ぶ区間で、松島駅で途中下車して、高城町駅から、再び乗車する方法もある。その逆もか。また、仙石東北ラインを経路に含む、定期券、回数券、ただし、 回数券は途中下車は認められないで、松島駅にて乗車することもできる。いずれの場合も、部分放棄となるが、部分的な払い戻しは行われない。地上駅。駅舎側より、短式ホーム一面一線、一番線と、島式ホーム一面二線、2.3番線、計二面三線のホームを有する。ホームはカーブしている。互いのホームは、個線橋で連絡している。また、 一番線と二番線の間に横取り線が一線あり、保線用車両の留置に利用されている。松島海岸駅管理の業務委託駅、JR 東日本東北総合サービス委託である、緑の窓口、自動券売機、自動改札機設置。通常の改札口の隣に臨時改札口を備えており、8月17日の 松島道路流し花火大会で使用されることがある。ただし臨時改札口には出海札機器は設置されていない。2009年平成21年12月より駅舎老朽化等のため仮駅舎を設置しての建て替えが行われた。新駅舎は日本産 k 松島に合わせた和風建築でホームの段差5 0トルを解消しバリアフリー化を図ており、 2010年、平成22年3月に共用が開始された。潜石線東北本線接続線は、東駅ホームの塩釜寄り手前で分岐。この分岐点は東駅構内扱いし、すぐに潜石線に合流する形となっている。かつてはほぼ同じ位置に、潜石線との当たり線、営業キロの設定なしが設けられており、 構造上は当駅から松島海岸駅方面に直通する形となっていたが、接続線建設に伴い撤去された。夜間留置は設定されておらず、当駅止まりの列車はそのまま折り返し回送となる。2017年度の1日平均乗車人員は834人である。海からやや離れた場所にあり、松島、古代道などの観光地へは、 仙石線の松島海岸駅の方が近い。高城町駅は当駅から 1km ほどの距離である。町役場や中心市街地などは高城町駅の方が近い。臨時快速、リゾート実りの停車駅は列車記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。